聖書の言葉をあなたへハーベストタイムメッセージステーションはい皆さんおはようございます、えー、今日はメシアの生涯の第7回目第7回目でありますメッセージのタイトルはイエスの誕生の告知イエス誕生の告知 聖書箇所は「ルカによる福音書」一章26節から38節ルカ」一章26から38ここを取り上げたいと思います。福音書の中には天使が神様の言葉を告げるいわゆる告知っていうのが3つ出てくるんですが時間順に並べますと1番目ザカリアへの告知 これは前回学びました2番目がマリアへの告知3番目がヨセフへの告知マリアへの告知もルカが書いていますヨセフへの告知はマタイが書いていますこの3つが出てまいりますで、ルカにある2つの告知とマタイの告知と比較するとルカ独特の内容がそこに含まれています まず注目すべきはルカが書いているこの情報っていうのは今で言うと個人情報だということですですから誰かれなく広く情報を知っていたというものではないむしろマリアの家族の中で密かに語り継がれていた私的情報私的情報ですねこれが今回の内容だということです で天使は名前がガブリエルと呼ばれています。マタイではそういう名が出てこない。で天使はガブリエルという名で呼ばれる。そういうふうに見ていくとこのルカにある告知特にマリアへの告知っていうのはマリアの視点から書かれている。マタイの告知が夫ヨセフの視点から書かれているのと比較するとこれは 非常に明快な対比がここにあるわけですね。マリアの視点からこれは書かれてあるということ。さらに前回学んだザカリアへの告知と今日のマリアへの告知には相関関係があります。非常に近しい関係があります。まず直ちにわかるのは構成方法が似てるということです。形式が非常に似ています。もう一つは 内容が似ているということです。ですから、ルカはザカリアへの告知を書き、次にマリアへの告知を書くわけですけれども、その相関関係を意識しながら書いている。これは間違いのない事実であります。さあ、それだけのことを前提に、じゃあアウトラインを考えてみたいと思いますが、今日のアウトラインは大きく二つに分かれますね。一つは一番目。 背景ですね。舞台です。この出来事が起こった舞台、あるいは背景。これが26節、27節です。一番目、背景、あるいは舞台。二番目が告知です。つまり告知の内容ですね。告知。これが20、えー、ごめんなさい。27節から28節。まあ これは28節からですね。28節から38節。告知は28節から38節、えー。もう一度確認しますと、アウトライン。1番目が背景。そして2番目が告知。これは28節から38節まで。 これが告知の内容でありますで。実は告知の内容について少し詳しく見てみたいと思うんですがこの内容っていうのはですから私たちは新約聖書を読んでると思うんだけど実際は旧約聖書の雰囲気がまだ続いてるんですね。旧約聖書に出てくるパターンが見られます。 そしてルカは、その旧約聖書のパターンをモデルとして、最初の告知を書いています。最初の告知っていうのが、ザカリアに対する告知です。そしてザカリアに対する告知をモデルとして、次の告知、つまり今日のマリアへの告知を書いていますで。ちょっと整理すると、旧約のパターンがあり、それに沿ってザカリアへの告知があり、また、 それをモデルとしてマリアへの告知が書かれてあるっていうことこれが今日の告知の内容を学ぶ際のヒントですじゃあ具体的に旧約聖書のパターンというのはどういうものなのかってこれはね6つの段階があるんですこれを知っていると今日の箇所はすごく分かりやすくなるんです一番目が天使の出現です天使の出現天使が現れる 2番目がそれを見た人が恐れるわけですね見た人の恐れ3番目が励ましの言葉励ましの言葉特に恐れるなという言葉ですね4番目が神からのメッセージ神からのメッセージがそこで伝えられる5番目が不信仰の言葉と印の要求それを聞いた人が 不信仰の言葉を発し、印を要求するわけですね。不信仰の言葉と印の要求。六番目が神からの印。これが前回のザカリアへの告知にあった内容であり、今日のマリアへの告知もそっくりそのままこのパターンで進んでいきます。もう一度言いますと、一番目、天使の出現。二番目、見た人の恐れ。 3番目励ましの言葉恐れるなという言葉4番目神からのメッセージ5番目不信仰の言葉と印の要求そして6番目神からの印この6つであります。ですから今日のメッセージは前半の4分の1ぐらいで背景の話をして後半で残り4分の3ぐらいで告知の 内容これを6つに分けて語ろうとしていますさあ今日のメッセージのゴールですが2つ考えています一つはマリアに関する誤解ですマリアに関する誤解を解いておきましょうということです2つ目は諸女高譚の重要性なぜ諸女講談が重要な教えであるかということこのことをメッセージのゴールとして進んでいきたいと思います。 さあ今日もイエス誕生の告知という物語を通してメシアというお方がどういう方かそのことについて学ぼうとしていますさあこれでイントロダクション終わりましたじゃあいよいよ本論に入ります準備いいですか ?OK じゃあいきますよ Are you ready?Yes we are はいちょっとバラバラっとしましたけども結構でございました じゃ行きましょう。一番目が背景ですね。バックグラウンドですね。あるいは舞台ですね。舞台装置。26節から27節。まず、26節から見てみましょう。はい。ご一緒に読んでくださいね。26節。はい。ところで、その6ヶ月目に、ミツカイ・ガブリエルが神から使わされて、ガリラヤの ナザレという町の一人の処女のところに来たはいそこまでですね、えー、その6ヶ月目にということがありますがこれはエリザベスが妊娠6ヶ月を迎えた時ということですですからところでその6ヶ月目にという言葉自体が2つの告知物語を関連させてるわけですねザカリアの あの物語、ザカリゲの告知の物語とこれから起ころうとしていることが繋がってるわけです。それがところでその6ヶ月目にという言葉になってるわけですね。起こった場所はガリラヤのナザレという町です。ルカがガリラヤのという言葉をわざわざつけている理由は違法人で パレスチナの地理を知らない人のためにルカがこれを書いてるということですね説明してるわけですね前回ザカリアの時の舞台はエルサレムの神殿でしたユダの産地それが彼らが住んでいる場所でした彼らは勤めを得てユダの産地に帰っていったですからエルサレム神殿ユダの産地というと イスラエルの中では最も重要な場所でありますね。そこで物語が起こったんですが、今日は田舎町、ガリレアのナザレという町、つまりこの言葉を見ただけで、ますますありえないことが始まろうとしているという雰囲気が出てまいります。もう老年になっていたエリザベスが、 こう宿すということ自体がもう奇跡的でありますけど、しかし、ガリレーのナザレという名のない町が出てきた時に、ますますありえないことが起ころうとしている。今、名のない町ってい言い方をしましたけども、確かにナザレという町、むしろ村でありましょう。旧約聖書に一度も出てこない、この町の名前は。また、 ユダヤ人のユダヤ教の経典であるタルムードという本にもこの町の名前は出てこないんですガリラヤのナザレという町の今度は一人の処女という名前が出てきますこれが今回の主人公ですね今回の主人公は年老いた経験豊かな 妻子夫妻ではなくて取るに足りない一人の処女これが今回の主人公ですますますありえないことが始まろうとしているここに再び天使ガブリエルが登場いたします前回と同じですさあ27節じゃあご一緒に見ましょう27節はいご一緒に この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで名をマリアと言った。はい。処、えー、女の名はマリアです。ヘブル語でミリアムです。非常にポピュラーな一般的な名前です。人気のある名前です。モーセのお,お姉さんがミリアムでした。で、当時の ユダヤの女性の婚約年齢は13歳ぐらいって言われてます。ですから、少し遅れたとしても、この乙女マリアが15歳を超えることはまずない。13、14ぐらいの年齢であります。その乙女のところに天使が来たわけです。ガブリエルが来たわけです。で、この人は、 ヨセフという人の言い名付けだと書いてありますから、少し当時のユダヤ人の結婚の習慣を理解しておかなきゃいけません。ざっと言いますね。どうやって結婚まで導かれるのか。まず、花婿の父親、男性の側の父親が、息子がいい年齢になってきたので、嫁を探そうとするところから始まります。その場合は、 息子の意見は多少反映されるんですけども、ほとんど父親がいいと思う人を探してくるわけですね。で、いい娘がいたら、その娘の父親に申し込みをします。その場合は、娘の側の意見はほとんど聞かれません。無視されます。ですから、ユダヤ式の結婚、特に婚約関係っていうのは、 親親と親同士の関係なんですねそういう意味ではもう小さい頃から言い名付けにしちゃってるケースもあるわけですねでいい娘がいたらその父親に申し込みをしますそして相手がいいって言えばその父親花嫁の父親に花嫁料っていうのを払いますそれはそこまで育ってくれたお礼でありますね父親は自分の娘を手放すわけですからそれに対する お礼を支払うわけですその後花婿が文書や口頭で同意書同意しますというものを出してそこで正式な婚約関係が成立しますしかしその段階ですぐに同居するわけではないんです同居はさらに1年ほど先のことになりますただユダヤ式結婚で非常に大事なのはこの 婚約関係の期間に法律的には結婚したとみなされるんですですからマリアはまだヨセフと一つにはなってないけれども法律的には夫婦なんですこれが非常に重要なポイントですねそしてこの婚約期間にもし花嫁が他の男と関係を持てばその人は会員の罪を犯したことになりますもう一つこの婚約関係を破棄しようと思ったらやめたって といいいうわけにはいかないんですこれは正式な離婚の手続きを踏まなきゃいけませんですから離婚によってのみこの婚約関係の解消が可能になるこういうポジションにマリアはいたわけですねまあヨセフへの告知のところ将来そこも学びますけど同じことですヨセフの側からもだからこの婚約関係やめようと思ったらもう離婚するしかないわけですねこういう状況の中にあって さあ、この、マリアの言い名付けという人は、ダビデの家系のヨセフという人だったりましたで。私たちはもうすでに形図を学びましたが、マタイの福音書の形図で、夫ヨセフがダビデの家系であるということを確認しました。それから、ルカの福音書の形図で、マリアもまたダビデの家系であるということを確認しました。ですから、イエスは母方、 マリアの系図ではダビデの家系であり、そして義父、まあ、義理の父ヨセフですね。その家系でもダビデの家系だということを確認しました。これがメシア誕生の前提条件です。だからルカはここでダビデの家系のヨセフという言葉をわざわざ入れてるわけですね。これが舞台装置です。これがバックグラウンドです。こういう状況の中に天使が現れてくるわけですが、 次2番目のポイント告知に行きましょうこれが28節から、えー、38節までですね告知、えー、さっき申し上げましたように6つのステップでこの内容を見ていくことにします1番目天使の出現です28節 はいじゃあご一緒にお読みしましょう。はい。ミツカイは入ってくるとマリアに言った。おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられます。同じ天使、ガブリエルが登場してきます。ザカリアの場合よりも記述が非常に単純です。 ザカリアの場合は神殿で甲を焚いていたって言うんでその前後関係をよく説明してありましたけどもマリアの場合はミツカいガブリエルが一人の諸女のところに来たってこれだけですねそしてミツカいが入ってくるとマリアにこう言います「おめでとう恵まれた方」。 この「おめでとう」っていう訳ですけどもまあ日本語ではこのように訳しかないと思うんですけどこれはマリアがヘブル語かアラム語を話していたとするならば特にヘブル語だとするならばこれは「シャローム」ですよ「シャローム」。英語では「ヘウっていう言葉がありますけどもだから「おめでとう」っていうのはニュアンスが若干違うような感じがするんですね。 シャロームでですす挨拶の言葉ですよ平安があるようにそして恵まれた方と天使が語りかけています恵まれた方という言葉の中には重要な意味が含まれてますこれはマリアが今選ばれてるわけですねメシアを世に遣わす役割をする女性としてマリアが選ばれたそれは100%神の 恵みであるマリアの側に何かの理由があったわけではない。ちょうどそれはアブラハムの選び、イスラエルの民の選びと同じことであります。マリアの側に選ばれるべき理由があったわけではなくて、100%神の恵みである。日本にクリスチャン人口が1%以下だ私たちはもっとたくさんの人が救われてほしいと願ってますけど、なぜ じゃあ私はあなたがイエス・キリストを信じることができるようになったのか私たちの側に何か利点があったのか良いポイントがあったのかそうではない100%神の恵みであるだから恵まれた方っていうのは英語ではね highly favored one 非常に神から恵みを受けたあなたという意味ですね ところが、カトリックが使っているラテン語訳聖書、ブルガタ訳ですけれども、まあラテン語で訳されてますけど、それを英語に訳すと、full of grace という言葉に訳されてるんです。これは相当意味が違いますね。つまり、日本語に訳すと、おめでとう、恵みに満ちた方ということになるわけですね。つまり、マリアを叩いてる言葉になるわけです。しかし原文はそうではなくて、 神からの恵みを一方的に受けた方という意味でありますね。で、このマリアのことを恵みに満ちた方と訳したところからマリア崇拝やいろいろ聖書的とは思えないような教えにつながっていくわけですね。これはちょっとまた結論のとこで取り上げたいと思いますが、このシャローム、恵まれた方という言葉の中にマリアと 神様の関係が全部表現されてるっていうことを注目してほしいと思います。天使がまず現れる。これが第一のステップですね。第二のステップは見た人の恐れですね。天使を見ると恐れるんですね。これが二十九節。じゃあご一緒に二十九節読みましょう。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って これは一体何の挨拶かと考え込んだここ面白いでしょ普通は天使を見たら恐れるんだけどマリアは恐れてないの若いってのはいいね <laughs> 経験がないってのは素晴らしいと思うんだけどザカリアとマリアの違いは明確ですザカリアの場合は経験を積んだ立派な祭司でしょうある意味では 聖書もよく知ってるし、神様のこともよくわかってる。でザカリアの場合は、一章の十二節にこうあったんですね。不安を覚え、恐怖に襲われた。つまりザカリアはバッチリ恐れたんです。とマリアの場合は、恐れてないんですね。そうじゃなくて、戸惑って考え込んだ。とあるんですね。恐れてるんじゃないんです。えとびっくりして考え込んでるわけですね。 これが普通は見た人は恐れるんだけどザカリアとマリアの場合は反応が違ったということ。これが第二のところのポイントですね。三番目が励ましの言葉、恐れるなっていう言葉。これは三十節ですね。これ一緒に読みましょう。はい。すると見つかいが言った。怖がることはないマリア。あなたは神から恵みを受けたのです。と。 ザカリアとマリアの違いを再び考えたいと思いますが「共に天使は怖がることはない」と語り言葉を続けてますザカリアの場合は「怖がることはない」「あなたの願いが聞かれたんだ」って言葉は続きますマリアの場合は「あなたは神から恵みを受けたのです」となります マリアの場合に願いが聞かれたっつったら、マリアは結婚前から子供が欲しいと祈ってたっていうことになりますから、そうではない。ザカリアの場合はずっと子供が欲しい欲しいと願っていたわけです。そして祈っていたわけですね。もう最近はあまり祈らなくなったかもしれないけど、かつてはよく祈っていたわけですね。マリアの場合は、そんなことは祈りさえもしない。いや、考えることさえなかった。 のにそうな,ったなぜかというとあなたは神から恵みを受けたんだ100%予想もしなかったような祝福があなたに来たんだそしてこれからだんだん明らかになりますけどその祝福というのは何かというとあなたは約束のメシアの母となるという特権が与えられたんだよということこれが 3番目ののステップの内容でありますねそして恐れるなという言葉に続いて次4番目のステップが神様からのメッセージ神からのメッセージでこれが31から34ですねここでは伝えたいメッセージの本体内容そのものが出てきますね31節これを見てみたいと思います31節はい ご覧なさい。あなたは身ごもって男の子を産みます。なおイエスとつけなさい。ご覧なさい。あなたは身ごもって男の子を産みます。なおイエスとつけなさい。これね、ガブレールですね、天使ですね。この天使はイザヤ書7章14節をほぼそのまま引用してます。つまり、 イザヤが予言した予言がマリアの上に成就したということですね。イザヤ七7-14。出しますからご一緒に読みましょう。いいですかはい。それゆえ、主自らあなた方に一つの印を与えられる。その次ですね。見よ諸女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。この言葉でありますね。 前回のザカリアへの告知の時は、ヨハネという名をつけなさいって言われました。マリアには、イエスという名が示されました。でイエスっていうのは、ヘブル語では、イエッシュアって言いますが、シュア救いという意味です。イエッシュア。で、ルカの福音書で、イエスという名前、イエッシュアという名前がここで初めて登場いたします。ですから、マリアは、 特権を与えられた、その内容はメシアの母となるという特権だと言いましたけれどももっと広く見るとそれは全人類を救う救い主が歴史に登場する神の人類救済計画の新しいステージが今から始まるそのことにマリアが参加しているということこれがマリアが受けた特権の内容であります。 ルカの福音書で初めて、イエッシュアという名がここで登場する。で、ちょっと話は変わりますけども、まあ、ユダヤ人に福音を伝えるときには、イエス、あるいは英語のジーザスという言葉は私たちは使わないんですね。普通使うのはこのイエッシュアという言葉ですね。これを使いますね。 それがルカの福音書に出てくるわけです。イエスシュア。なぜイエスって言わないかというとキリスト教が教会史の中でイエスの名によってユダヤ人を迫害してきたっていう歴史があるのでイエスという名はユダヤ人にとっては恐るべき名なんです。それでその言い方をしないで本来ユダヤ人が使っていた名前イエスシュアって名前を使うようにしてますね。 神からのメッセージが続きます。その次、32節から33節です。ご一緒に読みましょう。その子は優れたものとなり、糸高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼はとこしえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。 はい。これはね、非常に重要な言葉がここに書かれてありますが、これ、補足説明しますと、予言的言葉です。これは、イエスはイエスがどのようなお方であり、どのような生涯を歩むかということに関する予言的言葉になっています。その子は優れたものとなりってあります。偉大なものとなるということですね、もちろんね。で前回の ザカリアへの告知で、ヨハネという人が誕生する、するという予言がありましたけれども、ヨハネの場合は、一章の15節で、主の前に優れたものとなるというふうに言われてました。イエシュアの場合は、イエスの場合は、主の前にという言葉はない。優れたものとなる。だから、違いは明確ですね。ヨハネの場合は、主の前に優れたものとなる。イエシュアの場合は、もともと優れたお方だよ。 だからここでは対比してイエスの優位性が示されている言葉であります次は「糸高き方」のことを呼ばれます「糸高き方」のことを呼ばれるこれもヘブル的に理解しなければいけません「糸高き方」っていうのはヘブル語で「ル L4」と言います歯 L4 歯 L4 っていうのは神の皆なんですこれ「糸高き方」って「 あの、描写的言葉ではなくて、神のお名前ですね。神ご自身ですね。ですから、糸高き方の子と呼ばれるっていうのは、ヘブル的には、神の子と呼ばれる。で、さらに、ヘブル的には、子っていうのは、父とイコールである。子は父のハードコピーと言われるぐらい。つまり、父と子の関係っていうのは同等。子イコール父。 という考え方があります。ヘブル的には。ですから、ハ・エル・ヨンの子であるということは、子とは父と同等な方である。つまり、この言葉でイエスというお方が神であるってことが示されているんです。さらに、父・ダビデの王位をお与えになりますとあります。これは、ダビデ契約。 神様はダビデと交わした契約というのは出てきますけれども後で皆さん開いて読んでくださいノートをつけていらっしゃる方第2サムエル7章の12から17第2サムエル7の12から17ですねここにダビデの子孫が王座につくという約束があるわけですけれどもイエスという方イエシュアは父ダビデの王位につくんだこれは イエスがユダヤ人のメシアとして来られたことを示していますね。イエスがユダヤ人のメシアとして来られた。さらに、こうあります。彼は、とこしえにヤコブの家を治め。ヤコブの家っていうのは、イスラエルの民のことです。ですから、この言葉もまた、イエスがユダヤ人のメシアであることを示しています。そして最後に、その国は終わることがありませんとあります。 これをまだマリアが幼子を解体していない段階で天使が告げているわけですね。その国は終わることがないっていうのはイエスの再臨とその結果出来上がる千年王国、メシア的王国の出現によって成就する内容です。だからここで天使がマリアに告げていることは近い将来、 子供が誕生するということだけではなくて、終末論的な将来まで見据えて、そのイエシュアというあなたが産む子は、神であり、同時にダビデ契約の成就として来られる方であり、そして千年王国の王として、メシア的王国の王として、御国を支配するお方であるというところまでが予言されているわけです。ですから、 わずか3233という2節の短い言葉でありますけれどもこれだけの壮大な考え方が予言されているわけですさあこれでステップ4番目終わりましたステップ5番目不信仰の言葉と印の要求ですねこれが5番目のステップですね 34節ご一緒に読みましょう。そこでマリアは見つかりに行った。どうしてそのようなことになり得ましょう。私はまだ男の人を知りませんのに。さあ、ここでもザカリアとマリアの違いは顕著ですね。ザカリアの場合は不信仰の言葉を語りました。マリアの場合は 不信仰じゃないんです。彼女は天使が言った約束がどうしたら実現するのかを実は尋ねてるんです。不信仰ではないんです。どうしてそれが実現するのかを尋ねてるんです。その理由はここにあります。まだ私はまだ男の人を知りませんのにとあります。男の人を知る。 知るっていうのはヘブル的には体験することです。つまり、ヨセフと婚約関係にあるだけでまだ実質的な結婚関係に入っていない。その段階でなぜこう宿すのかということを彼女は聞いてるわけです。さあ、ここからザカリアへの告知とマリアへの告知は大きく道が分かれます。なぜかというと、先ほど申し上げたように、 ヨハネが誕生するということ自体は奇跡的なことですけどもマリアがイエスを生むイエスの誕生というのはそれとは比較にならないくらいに人類の歴史に決定的な影響を与えた神の超自然的な技になってくるわけですここから二つの告知が大きく道を分かれるこれが 5番目のステップでありますねマリアの場合は不信仰の言葉ではなくてどうしたらそれが実現するのかを尋ねたそのことにおいてザカリアとは違うということを押さえておいてくださいそしていよいよ最後のステップですね6番目「神からのしるし」ですねこれが35節から最後38節まで35節じゃあご一緒に。 読んでみましょういい,ですか、はい「見つかいは答えていった」「精霊があなたの上に臨み」「糸高き方の力があなたを覆います」「それゆえ生まれるものは聖なるもの神の子と呼ばれます」「まずここで天使はどうしたらそれが実現するのか」という質問に答えてるわけですね。 ここには今読んだ言葉にはヘブル的追加法があります。だからこれも旧約の世界の延長だということですね。例えば聖霊があなたの上に臨みという言葉と糸高き方の力があなたを追います。これは追加法です。同じことを言っています。だから聖霊というのは多くの場合神の御技を行う力として表現されます。 から聖霊があなたの上に臨むということと糸高き方の力があなたを追うということ同じ意味ですねもう一つのヘブル的追九法がありますそれは聖なるもの神の子と呼ばれますこの聖なるものも神の子と呼ばれますも追九法で同じことを言ってますでこれを単純化すると聖霊があなたの上に臨み あなたは神の子と呼ばれる赤子を産むんですすよと言ってるわけです、ね、でここで押さえておきたいのは異教の神話には神と人が結婚して子を産むというような話がよく出てきますがルカがここで報告しているマリアから聞いた個人情報的なこの情報っていうのは異教の神話にあるような 神と人ととと人の結婚でではないということですそういうグロテスクな内容ではなくて精霊があなたの上に臨むつまり精霊の力によって彼女が妊娠するんだということを言ってるだけでそれ以上でもそれ以下でもないそして次36節から37節ご覧なさいあなたの親類のエリザベスもあの年になって で男の子を宿しています不妊の女と言われていた人なのに今はもう6ヶ月です神にとって不可能なことは一つもありませんこれが実はマリアに対する印なんですねここでマリアに印が与えられましたここはマリアは願っていないんです願っていないのに マリアへの約束が確実だよという印が与えられてるんですそれがエリサベツが老年になって男の子を宿しているという事実これが彼女にとっての印になったわけですしかもこの印には叱責の意味はありませんザカリアは印をもらったけどそれは口も聞けない耳も聞こえなくなるという印でそのことは 叱責の意味があるわけですね。不信仰に対する裁きの意味もあるわけです。しかしマリアの場合には、印を願っていないし、与えられた印にも叱責の意味はありません。エリサベツの妊娠がマリアにとっての印となりました。そして天使はこう言いました。神には不可能はない。神には不可能はないってい言葉を言ったときに、 マリアは当然旧約聖書を知ってますからエリス・差別以外にもこのような経験をした人がいるっていうのをパッと頭に思い浮かんだと思います。神には不可能はないと天使が言った言葉創世紀の18章の14節です創世紀18章の14節に同じ言葉が出てきます読みましょうはい「主に不可能なことがあろうか」 私は来年の今頃定めた時にあなたのところに戻ってくるその時らには男の子ができているとあります神には不可能はないだからアブラハムとさらに子が生まれたわけですね天使はその言葉をエリサベツに適応しそしてマリアを励ましたわけですねで38節 そこでマリアは納得するわけですね。38節ご一緒に。はい。マリアは言った。本当に私は主の橋ためです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。こうして見つかりは彼女から去っていった。これは本当にすごいですね。少女マリア、乙女マリアの信仰はここでは信者の模範として扱われています。 本当に私は主のしもべです。しもべです。どうぞあなたの言葉通り私の身になりますようにという言葉は全てのクリスチャンが語るべき言葉です。彼女は払うべき犠牲の大きさを知りながら従順に従ったんです。まあ、ちょっと考えただけでもマリアは自分の将来が 嵐の海に乗り出していく小舟のような感覚を持ったでしょうね。しかし、あなたの言葉通り好みになりますようにと受け止めた。でこのことは今日のメシア肉汁たちも経験する内容でもありますね。多くのメシア肉汁がイエスを救い主として受け入れた瞬間から社会的、あるいは家庭的に 大変な迫害に遭います私たちがよく知っているフルクテンバウム先生もその一人ですねそういう逆風が吹くということをあえて知りながらあなたの御心が私の上になりますようにと祈るこれが信者の模範の祈りですねこうして御使いは彼女から去っていったとありますが天使はその使命を終えたんですね ザカリアの場合は使命を終えたと言いながらなんとなく、うん、心残りがあったでしょうマリアの場合は完璧に使命を終えたスカッとして去っていったと思いますねさあこれで本論が終わりましたので結論に行きましょう今日は結論の部分は2つありましたマリアに関する誤解 それから女の重要性ですね。マリアに関する誤解について少し考えてみましょう皆さんはこういう言葉聞いたことありますか無限在の親鳥無限在、現在がない親鳥っていうのは生まれるっていうことですねこの世に。 生まれ無限在の親鳥英語ではね Immaculate Conception っていうんですね現在がないままで母の体内に宿った Immaculate Conception 言葉聞いたことがあるっていう方はもう誤解している人多いですねこの無限在の親鳥っていうのはイエスのことを言ってるんじゃないマリアの誕生に関することを言ってるんです つまりマリアは現罪を持たないままで体内に宿ったんだという考え方ですね。しかしこれは聖書にはない考え方です。さっきちょっと触れたようにマリアは神から恵みを受け特別な方法で用いられた女性であります。そういう意味では 私たちはマリアという人を尊敬し彼女の信仰に敬意を払うものであります。と同時にマリアもまた罪許された罪人であったということを理解しておかなければなりません。福音書を読むとマリアはイエスの十字架のそばに立っていました。ヨハネの福音書 十字架のそばに立っていた巫女イエスがマリア自身の罪の贖いのためにも死んで行かれるという絵がそこにありますねさらにマリアは使徒行伝では聖霊降臨の前に使徒たちと共に集まり祈っていたグループの中の一員です 人の働き1章の14節マリアは十字架のそばに立ち、そして聖霊が下る前の神徒の群れの中に加わり祈っていた。しかし、それ以降マリアの名は一切出てきません、聖書には。ですからマリアに与えられている重要な役割そのものは認めつつ、同時にマリアを 偶像化してはならないっていうことですね今のが無限在の親鳥に関するコメントでしたけども2つ目はマリアの処女性について考えてみましょうマリアはイエスを宿す前も宿した後も処女でしたもう一度言いますマリアはイエスを宿す前も宿してからも処女でした しかしイエスを出産してからはヨセフとの結婚関係に入ったんですそしてマタイの福音書の一章の25にこういう言葉が出てきますマタイ一の25そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなくその子供の名をイエスと付けたとありますこれはヨセフの側から見た説明ですねイエスが生まれるまでは 彼女とは結婚関係に入らなかったと書いてあるんですということはイエスが生まれた後は通常の結婚関係に入ったということがここでは暗示されていますさらにマタイ13-55の55マタイ13-50の50これ一緒に読みましょうねはい、この人は大工の息子ではありませんか彼の母親はマリアで彼の兄弟はヤコブ ヨセフ・シモン・ユダではありませんか、まあ、父ヨセフの名が出てないのでヨセフはこの時にはもう亡くなっていたんでしょうねしかしイエスには兄弟がいたヤコブヨセフシモンユダということはマリアはイエスを出産した後ヨセフと結婚関係に入り子供をたくさん産んだということですねですからマリアが処女のままで生涯を終えるというマリアの処女性というのも 聖書的でではない,っていうことこすそして3番目マリアの偶像化ですねマリアを偶像視するあるいはマリアに祈るマリアを通してイエスのもとに近づくそういう考え方が正しいのかどうかルカの福音書11章の27から28こういうことがありますご一緒にイエスがこれらのことを話しておられると 群衆の中から一人の女が声を張り上げてイエスに言った。あなたを産んだ腹、あなたが吸ったちぶさは幸いです。つまりあなたのお母さんはなんと幸いかって言ったんですね。しかしイエスは言われた。いや、幸いなのは神の言葉を聞いてそれを守る人たちです。もしマリアがそれほどに 偶像死される人であるならばイエスはここでその通りだと言ってマリアを称えたことでありましょう。しかしイエスはここでその話題に移らないでそうではなくて信仰による家族、神の言葉を信じる信仰の家族の方がもっと大切であり祝福されてるということをおっしゃいました。 マリアはさっき申し上げたようにペントクスで以降は聖書に登場しません。マリアが死んだ話やマリアが昇天したことについても何も聖書は書いていません。さらにマリアが祈りの仲介者であることも聖書には書かれてありません。ですから私たちはマリアの偶像化ということについても十分に注意をする必要があります。さあ。 結論の2番目、着手点の2番目ですが、諸女交代の重要性についてお話をしたいと思います。まず申し上げておきたいのは、聖書は時期通りに読むことが重要だということです。時期通りに読む、書かれてある通りに読むということですね。で、当然、 少女抗担って結婚しない女性が子供を産むってのはありえないことだ言うんで普通は抵抗感を感じるんですけどもしかし受肉の出来事つまり神が人となるという出来事にはこのような奇跡が伴うのは当然ですイエスの二面性ということをこれまでにも論じてきました特にヨハネの福音書の解説で論じてきましたが つまりイエスは神性と人間性を持つんだということです。イエスは初めからということは天地ができる前から永遠の昔から神です。と同時にイエスはマリアから人間性を得たんです。神である方が人間性をその身に受け入れられたということ。これがキリスト教のポイントです。ですからイエスの二面性や 神が人となられたというこの教理を認めないならばいかなる意味においてもキリスト教ではないここをよく押さえておいてくださいいいですか神が人となられたということを認めない教えはいかなる意味においてもキリスト教ではないじゃあもし神が人としてこのように介入されるとしたらこのような奇跡によって ですですから受肉の奇跡と処女交担の奇跡を考えると受肉の奇跡の方がはるかに奇跡です。受肉の奇跡を受け入れられるならば処女交担の奇跡は容易に受け入れることができます。さらに現在ということを考えてみる必要がある。 イエスの誕生は通常の結婚の結果の誕生ではない。私たちの場合は、両親からその性質を引き継いでいます。つまり、両親から現在を継承しているということです。それは、もともとどこから来たかというと、罪の性質は、アダムから人間の両親を経由して、私たちに伝わってきたんです。 しかしイエスの場合は、そういう意味での現在の継承はないんです。よく質問を受けるのは、でもイエスは人間性をマリアから得たんだと。だから、マリアの現在、マリアが持っていた現在をイエスは継承したとは言えないのかという質問をよく受けます。とても良い質問です。そういう質問に対して、ルカはそれを想定していたのかどうかわかりませんけども、 もう一度35節の御言葉を読みましょうね。ご一緒にはい「聖霊があなたの上に望み糸高き方の力があなたを覆います」「それゆえ生まれるものは聖なるもの神の子と呼ばれます」とあります。ここでマリアから生まれたけれども聖霊の力によって生まれる子は聖なるものである。 神の子である。つまり、聖霊による諸,諸女解体は、原罪を断ち切った形で人間が生まれるための必須条件になっているということです。この、ルカ1の35の聖句によって、イエスの人間としての原罪が断ち切られているという約束があるわけです。で、私たちを、 救うためには、原罪を持たない人間が誕生する必要があった。そのために、精霊による所属解体が必要であったということ。このことを押さえておきたいと思います。えー、もう一度振り返ると、イエスが神であり、人であるということを否定する教えは、キリスト教ではない。もう一つは、イエスが乙女マリアから生まれ、 原罪を持たない完璧な人間性を持ってその人生をスタートされたということを否定する教えもキリスト教ではないということですそれならばイエス・キリストの十字架の贖いの死が有効だと言えなくなるんですイエスの十字架の贖いが有効である理由はイエスがマリアから処女降誕し原罪を一切断ち切って 形での人間性をお持ちになったからだから私たちのための贖がないとなることができたもう一つは最後のアダムとといいいう言葉に注目したいと思いますこれは、えー、ルカの福音書の系図の箇所でも少し触れましたけれども聖句2箇所見たいと思いますが第一コリントの15章の22節第一コリントの15の22ですね。 一緒に読みましょう、はい、すなわちアダムにあってすべての人が死んでいるようにキリストによってすべての人が生かされるからですアダムとキリストが退避されていますアダムにあってすべての人が死んでいる退避はキリストによってすべての人が生かされるもう一箇所第一コリントの15章の45節 聖書に最初の人アダムは生きたものとなったと書いてありますが最後のアダムは生かす御霊となりました最初のアダムっていうのは創世記に出てくるアダムです最後のアダムっていうのは福音書に出てくるイエスのことです対比がありますつまり私たちはアダムとつながりアダムの現在を引き継いでいる状態で霊的に死んでいたんですしかし 最後のアダムとして来られたイエス・キリストを信じる信仰によってイエスと繋がりそしてそこで霊的に復活し生きるものとなったということですこのイエスは最後のアダムであるということじゃあ覚えてくださいアダムが最初作られた時に現在があったかというとないんですいいですかアダムの現在は神に反抗していこう 宿したものですねですからイエスは生まれた時に現在がない状態で最後のアダムとして来られたっていうのはもう一度神様が人類のリーダー人類の頭としてキリストを立てキリストにつながる者に罪の許しと永遠の命の祝福を与えようとされたこの対比が この最後のアダムということの中にあるわけですね。さあこれで今日のメッセージが終わりました。マリアに語られた諸女解体の告知。これはなぜそんなに重要なのか。それは私が救われるための条件はそれ以外の方法では整わなかったということですね。マリアがそのことを受け入れ自分の身に 神の計画がなるようにと語ってくれたことのゆえに私たちはマリアに感謝したいと思いますそして自らもマリアの信仰に習いたいと思いますしかしそれ以上にマリアを偶像化することは許されませんマリアもまた人類を救う神の計画の中に招かれ自らの役割を果たしたんですねマリアのこの信仰から 新しい歴史がスタートしたんです。私たちもまたマリアのような信仰をいただくときに私たちから新しい歴史がスタートする。そのことをしっかりと受け止めて今週一週間も素晴らしいキリストにある歩みをしたいと思います。ご一緒に祈りましょう。天の父なる神様今日はマリアの 忠実な信仰について学ぶことができました。あなたが彼女を100%恵みで選び、ご自身の計画のためにお持ちになったことを覚えて感謝をいたします。私たちもまた神から多くの恵みを受けたものであります。どうぞその恵みに応答して、見心がなりますようにと。 祈りながら前進することができますように祝福してください。主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。ご一緒に祈りましょう。どうぞあなたの祈りを捧げてください。